続きましては、昨年の阪神大賞典天皇賞杯を優勝し、見事昨年上半期の古馬王者の座につきましたレインボーラインをご紹介いたします。本馬につきましても本日リトリー熱海調教師に、ご来場いただいておりますので、一言応援のメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。レインボーラインですが、大挑戦と天皇賞を受賞しまして、いよいよこのままに強く走っていく頃かなと思う頃に、大きな声出になりまして、大変残念な思いをしております。でもそのイメージは必ずや、心のままで受賞されているものだと、思っております。まだまだ大人の声で若いんですよね。それでステインウォールドの、人に対しての扱い方の、煩わしさとか、そのままございませんので、非常に期待できる希望じゃないかなと思っております。皆さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それではご説明させていただきます。父は、今度の父は、芝の大物サッを数多く送り出す名称馬のステインウォールド。母は名言防御、母の父は三地復帰でございます。速射と申し上げます。最高は162センチ、上位184センチ、下位 20.5 センチでございます。昨年の天皇賞春で1着入選後に騎手が下馬し、そのままマウントで運ばれて場内が騒然となったことは、皆様ご記憶に新しいことと存じます。それから約10ヶ月の時を経て、本日は守護馬として再び皆様にご連絡させていただいております。本馬は2歳の早い時期から活躍を始め、明け3歳の芝 1600m の G3 アーリントンカップで優勝初制覇を飾りました。その後は NHK マイルカップ、菊花賞、天皇賞秋で2着3着に入るなど G1 級の走りを見せておりましたが、昨年は阪神大賞典から天皇賞春という古馬の王道を連勝し、ついに最強古馬の座に上り詰めることができました。距離適正の幅が広く、両馬場でも不良馬場でも最後の直線では必ず猛然と追い込んでくる、その走りはまさに父のステイゴールド譲りだと言えます。その父は芝の大物産駒を多数輩出、三冠馬オルフェーブルをはじめ、これまでに8頭の G1 馬を送り出しました名称馬でございます。2015年に亡くなって以降も守護馬成績は上昇を続け、3区の重賞勝ちクラスは現在98勝と大台の100勝目前まで迫っております。また本年も守護馬成績は好調を極め、年明けの中山金杯を皮切りに既に3つの重賞を制しております。一方、本馬の母系は代々が、日本の重賞勝ち馬が連なる良質な母系でもあります。詳しくはお手元のスタジオブックをご覧ください。本馬の初年度の後輩ですが、受胎条件50万円もしくは出生条件70万円と大変リーズナブルな価格で設定させていただきました。ステイゴールドの晩年の傑作と謳われましたこのレインボーラインを、ぜひ本年の配合ご検討いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上、レインボーラインでございました。どうもありがとうございます。